こんにちは、ひろゆき Z です。今日はですね、日本本線のですね、駅、北九州小倉南区は草見駅に来ています。ここですね、駅前の駐車場なんですけど、 7,8 台止めれる駐車場がありまして、60分100円ということで、小倉北区の方からこちらまで車を走らせてきました。あと電車でですね、北九州方面に行き、小倉方面に行きたいと思います。草見駅からですね、乗車したことはまだないんですよね。初めてです。ちょっと行ってみましょう。駅前にはスーパーがあります。私のね、親戚んちはね、あのマンションの裏側くらいになります。こちらエレベーターで行けるの？そこエスカレーターありますね。そうそう、列車来ますかね。時刻表見てないんですけど、ほうほうほう、こうなってんだ。初めてね。こっからエスカレーターって言ってるか。時刻はですね、4時45分。ははは、こういう風になってんだ。で、こっちは下り線だったらそっちなのかな。空港口だったらそちらから行くんだ。ほう、こんな感じになってますね。で、ちょっとまだ今ここなんですけど、こちら下り方面からはですね、北九州港が見ます。今日ね、空気が澄み渡ってるので、あの北九州港の橋が見える。あれ、あの橋じゃなかった。北九州港があの方向です。ああ、北九州港がよく見えるな。こっちは空港口になりますね。こっちも駐車場あるんですけど、コインパーキング的なもんではないですね。こっちは海側で景色がいいな。今日はね、上り列車に乗車したいと思います。こっちが下りホームですが、ここから行くのかな。小倉前280円です。17時1分、17時1分ですね。お、駅前には、あ、駅本内にはこう花を飾ってます。で、お手洗いがあって、あ、特急ソニックの通過とか見れるかもしれない。お、こういう風にテントなんだ。あ、こちらが下りホームとの連絡橋ですね。ここでね、一発特急ソニックのね、通過とかを撮りたいですね。 あちらからね、北九州空港行きのバスが出てると思います。お、上り線下り線、ソニック結構ここスピード出すだよな。あ、ここな、なんか、え、髪の毛切るとこ、焼き鳥屋さん。草見駅です。ちょっとソニックの高速通過とか撮りたいな。こちら下り側、大分方面なんですけど、あのカーブしてますもんね、あそこね。ソニックここないけど、結構ね、結構なスピードで通過していきますもんね。ちょうど直線のところに作った駅というような感じですね。小倉駅の列車の17時1分までね、まだ時間が15分ぐらいあるからな。私が言うのは、このプーマの靴も結構あのもうすり減ったので、そうそう、買い替え時かな。もうちょっと頑張ろう。15分も待ったらね、あの絶対ソニックが来ますよね、1本ぐらいは。踏切の方が、音が鳴ってまいりました。下り列車が間もなく来ますね。下り普通列車が16時46分でしたかね。そちらが間もなく参ると思います。今日あのスマホで撮影してるんですけど、あのマイク忘れちゃった。
415系が来ました。415系の普通列車です。中津行きだったような気がするけどな。今日ね風が結構強いですよ。はい、中津行き普通列車です。その下り列車にね気を取られたらね反対側からソニックが来たりしますからね、気をつけとかんといけませんので、安全な場所で撮影です。学生さんの帰宅ラッシュで結構満員でしたね。はい、下り方面は次の停車駅は神田駅になります。屋根から草が生えてる。 あそこの中がスーパー、駅前のスーパーなんか買い出しして電車乗ればよかったな。何も買ってねえな今日。飲み物もないし。はい、こちら上り2番ホームなんですけど、列車が通過するというアナウンスです。こうホーム長いですね、よく考えたら。ごめんなさい、2番ホームはあの下り、さっきね列車行ったのにね、もうソニックは通過です。はい、特急ソニック号が通過してきました。さっきの415系が神田まで一生懸命逃げないといけないな。上り列車来るまでまだ10分ぐらいありますね。こういつもね特急ソニックでね通過してる駅をこうまじまじとこう見るのもいいですね。ここは駅前の連絡通路というわけではないんだね。はい、駅用がありますけどね、ここまでね、ここまで列車来るときってあるんですかね。8両編成とか来ないと。6両編成でここまでいっぱいになるのかな。なんないよね。駅の空港側はね結構住宅地こういう風になってます。駅前だけまだこうちょっと草原というか林があります。上り特急ソニックも 1編成ぐらい来ない。ちょっと待ってる感じです。ここで特急ソニックが来なくて先に普通列車来たら多分おそらく城野あたりで抜かれていくんだろうな。川がドブ川ですか、ドブ川っていうか流れてますね。草見西1丁目、お1丁目なんだ。そこは草見西の1丁目。もう道作ればいいのにね、もったいないね。これ電子機器あるんですけど何なんですかね。これ地上なんとかって書いてますけど、地上局なんだかんだろ。まあいや、おさみもね北九州空港にね一番近い駅なのでですね、これから発展していったりするのかな。
駅前はちらほらマンションありますね。草見からですね、北九州側はですね、同じく小倉南区の下曽根駅があります。あと1本ぐらいね、特急ソニックでも来ないと閉めれないな動画は。はい、空気が読める特急ソニックが来ました。青いソニックです。先ほど白いソニックが来ましたけど、今度は青ですね。これちょっと結構スピード出てますね。見事なスピードです。この後普通列車に乗ってですね、小倉方面に行きたいと思います。ひろゆき Z でした。早かったな。今日はね、駅メモのチェックイン、メモリールートっていうやつやってるんで、取り残した草見から小倉までを取っていきます。一番乗り場に列車が到着します。危険ですから黄色い線の内側でお待ちください。